加古川市加古川町大野、標高50メートル余りの小高い日岡山、そのなだらかな山裾に広がる公園は花と緑があふれる中、多くのスポーツ施設が並んでいます。加古川市を代表するこの総合公園は、四季を通じて子どもから高齢者まで誰もが楽しめるところです。35.8 ヘクタールの広さを誇る日岡山公園一帯は、大小30基近い古墳が確認され、日岡山古墳群として知られています。その中に、景行天皇の皇后の墓、日岡御陵をはじめ、5つの前方後円墳があります。公園管理事務所の東にある南大塚古墳もその一つです。全長およそ90メートル、4世紀後半に作られ、日岡山古墳群の中で最も大きい古墳となっています。春の公園です。ソメイヨシノ、ヤマザクラなどおよそ1500本の桜が咲き誇ります。ここ日岡山公園は市内最大の桜の名所で、多くの花見客でにぎわいます。夜にはおよそ300本のぼんぼりが灯され、夜桜も楽しめます。また公園管理事務所の西、スロープになった散策道の両側をピンク色のツツジも飾ります。木漏れ日の丘や水源地展望台にはミニ庭園があり、淡路瓦を使ったガーデニングやオブジェがアクセントになっています。公園西側の日岡山展望台です。南に向かって加古川市街地が一望できます。セルリアンブルーの水管橋、平層湖に連なる山々も望めます。時折吹く風が清々しく感じられます。毎年4月28日29日に開かれる花と緑のフェスティバルは、日岡山公園のメイン行事の一つです。花や植木をテーマにしたイベントをはじめ、さまざまな催し物が2日間にわたって開催され、多くの市民でにぎわいます。特に植木などの即売は人気があります。この公園はスポーツ施設も充実しています。室内競技は加古川市立の日岡山体育館と武道館、武道館は柔道、剣道、合気道、薙刀などさまざまな競技や練習に利用されています。人工芝の多目的グラウンドはサッカーやラグビーの大会会場としても使われます。このほか夜間照明設備もある両翼92メートル、センター120メートルの日岡山公園野球場、砂入り人工芝コートやアンツーカーコートなど合わせて9面あるテニスコートも好評です。夏は市立日岡山市民プールがにぎわいます。長さ27メートルの直線スライダーは子どもたちに人気です。
日岡山公園は豊かな自然を満喫しながら健康を養うスポットとして、ウェルネス都市加古川にふさわしい空間です。